捨てるほど逃げ出すほど強くないよ。ほらもう一度鼓動高鳴る。何が正しいかなんてわからないけど、形のないものばかりが大切になってゆく。飾らない言葉だけが強く深い地の底で一人扉と鍵を探す。おとぎ話はほら泡のように